ウィメインレッドは、ジェンダーギャップの橋渡しに取り組むプロジェクトで、ボランティアが編集する電子百科事典、ウィキペディアにある、ウィキプロジェクトの一つである。ウィキペディアは閲覧した時点で未掲載の人名や、組織名を赤色のハイパーリンクで示し、それらに記事が作られると、リンクの表示色がブルーに変わる。このプロジェクトは、赤の女性に注目し、 記事を書いてブルーに変える活動を進めてきた。メディアを再生するウィメンインレッドを紹介する創設者、ロジャー・バムキン・ウィメン・イン・レッドは2015年、ウィキペディアのボランティア編集者、ロジャー・バムキンが発案し、その直後に、ボランティア編集者のロージー・スティーブンソングッドナイトが参加して始まった。当初、プロジェクト名は、バムキン案では、プロジェクト XX だったものの覆され、 ウィキプロジェクトウィメン・イン・レッドが採用された。プロジェクトが走り出すと、ボランティア編集者のエミリー・テンプルウッドが参加を表明。自分がボランティアで編集した記事に嫌がらせを受けるたび、それまで載っていなかった女性科学者の記事を一見ウィキペディアに新規に執筆するという心情をここでも発揮した。2001年に、 ウィキペディアを共同で設立したジミー・ウェールズは2016年のウィキマニアで年間ウィキペディアンを発表直近の12ヶ月に性別格差を埋める努力をしたとしてスティーブンソングッド・ナイトとテンプルウッドが選ばれたビア・エディタソン国際女性デー2017にビア・エディタソンを主催記念の缶バッジウィメイン・インレッドはこれまで世界の様々な都市で ウィキペディアのエディタソンを開き、ウェブ版も継続的に主催してきた。目標は、注目に値する女性を扱ったコンテンツを増やして、ウィキペディアにおける性別格差を狭めることにおき、参加者は性別を問わない。対面型のイベントでは、編集初学者の集中トレーニングに丸々追立を費やす。第二の目標として、女性編集者の数的増加を狙っている。 ウィキペディアは誰でも編集できるフリーな百科事典を歌いながら2015年の女性編集者は全体のおよそ10%にとどまる。2017年の統計でウェブサイト訪問者数第5位のウィキペディアは英語版、ウィキペディアの記事数5.5万件、世界の265の言語版の記事の総計は4000万件超、世界の月間閲覧数は160億ページビューである。 ウィメイン・イン・レッドの参加者は女性に関する赤リンク記事の作業一覧を150本作り未掲載記事を探しやすくしてきた2016年12月22日時点でウィメイン・イン・レッドのボランティア編集者が新規に立候補した記事は4万5000件調であり英語版ウィキペディアの人物伝に占める女性の割合は2015年7月時点の15%から 微増し16.8%である。この数値は2020年3月10日2 8 2 7に達するが、ウィキデータを見ると、ウィキペディアの人物伝の項目は、合計169万3225件。その男女比を言語別にまとめた統計。ハギーによると、主題が、女性の人物伝の項目は30万9432件に、とどまっている。 英語版、ウィキペディアの記事に現れた、性別格差を一種の構造的偏りという課題として把握し、ビアはこれを、ウィキメディアの共有価値に照らし、肯定的に是正を提唱している。ウィキメディアコモンズには、ウィメイン,インレッドに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。